熱中症警戒アラート、関東から九州の22府県を対象に発表が出ております。皆様熱中症予防をしてください。環境省と気象庁は7月29日金曜日を対象としました熱中症警戒アラートを関東から九州にかけての計22府県に対して発表をいたしました。対象エリアではですね、特に熱中症のリスクが高くなるため、炎天下での長時間の行動を避け、室内ではエアコンを使用し、こまめな水分補給を心がけるなど、熱中症予防を万全に行ってくださいというふうに呼びかけております。警戒アラート発表が対象となっております県なんですけども、埼玉県、愛知県、三重県、新潟県、石川県、福井県、京都府、大阪府、和歌山県、鳥取県、島根県、広島県、徳島県、香川県、愛媛県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、鹿児島県の県になります。夏の高気圧に覆われる東日本や西日本を中心に最高気温が35度以上の猛暑となる予想となっております。暑さが対策されるものがね、必ず必須となりますので、皆様、ぜひね、冷やす、飲む、ね、涼しいところにいるっていうことをね、心がけていきましょう。熱中症警戒アラートの発表があったところではですね、湿度も高く厳しい蒸し暑さとなっております。暑さ指数、WBGT というね、このローマ字、横文字のね、この、文字があるんですけども、これが何かって言いますと、熱中症、仕事中ですね、まあ、職人さんとかね、外の現場で働く方、もしくはね、暑いところで働く、ね、方々、ね、それ以外でもね、普通に歩いててですね、すごい暑い時、この WBGT っていうね、数値がありまして、これがですね、33以上が、予想される前に、涼しいところに、下がってください。ね、熱中症警戒アラートという発表がこの中で、決められています。暑さ指数は国際的に用いられる指標で人体の熱収支に与える影響の大きい湿度、日射、輻射などの周辺の熱環境、気温の3つの要素が計算されております。熱中症患者発生率と相関が気温よりも良好で暑さ指数が厳重警戒ランク以上だと熱中症患者が著しく増加することが分かっております。暑さ指数が危険ランクの場合は運動は原則中止するべきだと、決められています。なので部活とかね、スポーツ、まあスポーツだけじゃないですね、運動だけじゃないですね、外に出ることをちょっと控える。ね。室内に待機する。でね、やっぱり仕事中暑いと、熱中症にかかる可能性がもうかなり高いです。なので、そういう場合はですね、この会社というかね、この WBGT というものに基づいて、休憩時間が決まっております。休憩時間、この数値が高くなればなるほど、休憩時間を取る時間、間隔が短くなるんですね。それはどういうことかと言いますと、数値が低ければ2時間働いて30分の休憩とかね、そういう感じなんですけど、高くなればなるほど30分働いたら15分の休憩とかね、そういうふうに間隔を短くして休憩を取る。ね、涼しい場所に移って、休憩するという風にして、この熱中症を対策するという、この暑さ指数というのは数値となっております。なので、やっぱりね、これ非常にね、この数値っていうのは大事なんですよ。結構ね、知らない方、
いらっしゃると思います。2021年から全国で本運用が始まっております。本当、2021年と言ったら、去年からなんで、多分ね、知らない方がたくさんいると思うんですよ。よくね、トイレとかで、ちょっとね、良くない話になるかもしれないんですけど、トイレによく表が貼ってあると思うんですよね。色の。尿の色。薄ければ、まあ、安全ですよ。ちょっと濃くなると、ちょっと警戒してください。それ以上濃いと、水分補給をしっかりとってください。で、もっと濃いと、ちょっと、重症ですよっていうね、そんなようなね、4つか5つの色に分けて貼ってあるものを皆さん、見かけたことあると思うんですよ。職場のトイレとかね、どっか、ね、どっかの店舗などね、こう貼ってあるところもあると思います。体の方はね、ほんと、60%、70% 以上が人間というのは体、水分できていますので、水分を、取らないと人間はやばいです。まずいです。ので、食事よりね、やっぱりね、水分補給が大事です。で、よくね、話してるというか、出てる、ね、知ってると思うんですけども、水分補給っていうのは、カフェインのないものを、水分補給として飲んでください。ね、カフェインあると、あまり意味がない。スポーツドリンクでもね、ちょっと高めになるんですけど、まあ一番いいのはね、僕はね、何度か飲んだことあるんですけど、何ともない状況で飲んだことあるんですけど、所ジョージさんがね、CM やっている、毎年 CM やっております。OS1、これはね、ちょっとね、一本にして、ちょっと値段がね、張るものなんですけど、ほんと甘くない、塩分補給ですね。まあ、塩飴とかっていうのが、やっぱり、職場とかでね、配られる状況っていうのはよくあると思うんですけど、飴が嫌いとかね、飴は食いたくないっていう方は、OS1 を飲んだら、だいぶ違うかなと思います。やっぱりね、高いもので、職場環境でもね、そう、簡単にはね、与えられるものではないですね。家庭でも、そんな普段はね、別になんともない状況、体がね、なんともない状況の時は、飲まないものなんで、うん、口にすることは少ないと思うんですけども、やっぱりね、一本ぐらいは、ね、所持しててもいいんじゃないかなって僕は思います。まだまだね、これから8月1日になると、余計にね、気温が上がってですね、この横浜市、関東も35度以上、35度はね、確実に行く日が、毎日のように続きますんで、気をつけていきましょう。台風が、接近しております。台風5号は今夜ですね、29日、奄美大島にかなり接近、そして九州南部、奄美を中心に大雨による土砂災害や強風、高波に注意、警戒を、心がけてください。九州南部を奄美、を中心にですね、30日にかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や沈没に警戒し、強風や高波に注意が必要となります。台風5号はですね、29日午前、本日ですね、9時には日本の南にありまして、1時間におよそ55キロの速さで北西に進んでおります。中心の気圧は1002ヘクトパスカル、最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで、中心の北側560キロ以内と、南側370キロ以内で、風速15メートル以上の強い風が吹いております。30日には東シナ海に進む感じで、29日夜には、奄美大島にかなり接近をします。台風の影響によりですね、29日から30日にかけまして、九州南部、奄美や四国では、雷を伴った非常に激しい雨が降って大雨となります。九州南部、奄美では土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や沈没に警戒し、四国では土砂災害、低い土地の
浸水、河川の増水に注意、警戒が必要となります。また九州南部、奄美では落雷や竜巻などの激しい突風に注意が必要となり、発達した積乱雲が近づいて、場合には建物内に移動するなど安全確保に努めていただきたいと思います。台風5号の接近通過に伴い、奄美大島の方ではですね、29日夜から30日未明にかけて非常に強い風が吹き、海はうねりを上げますね。これね、30日にかけまして予想される最大瞬間風速は、奄美九州南部で30メートル。29日に予想される波の高さは、九州南部、奄美大島の方で4メートル。30日に予想される波の高さは、九州南部、奄美大島、沖縄、九州北部で4メートルの見込みとなっております。強風やうねりを伴った高波に注意が必要となりますので、皆様十分警戒してください。6月、大分県別府市で2人が死傷したひき逃げ事件について、公開手配されている容疑者の男が故意にバイクに追突した可能性があることが捜査関係者の取材で新たに分かりました。警察は28日、逃走する容疑者の男を控えた防犯カメラの映像を新たに公開し、情報提供を呼びかけております。黒色の T シャツと半ズボン姿で走る男です。ひき逃げの疑いで公開手配されている矢田洋一容疑者25歳です。警察によりますと、矢田容疑者は6月29日、別府市、野口原って言うんですかね、この地名は。で、軽自動車を運転中、赤信号で止まっていた2台のバイクに追突し、乗っていた大学生2人を死傷されたにもかかわらず、そのまま逃走した疑いが持たれております。警察は矢田容疑者をひき逃げの疑いで公開手配していて、28日新たな公開をいたしました。矢田容疑者はですね、事件当日、現場からおよそ 1.5 キロ離れた飲食店を走って通り抜け、交通量の多い国道に向かって逃げたということです。犯行直後の矢田容疑者の姿を撮影していたのは、別府市北浜に設置された、防犯カメラとなっております。飲食店を走って逃走した矢田容疑者、靴を履いておらず、裸足だったと見られております。そしてそのままですね、交通量の多い国道10号に進みます。だから3車線の幹線道路ですが、車が途切れるタイミングを見計らいながら、歩道のない場所を渡っていきました。一方ですね、捜査関係者によりますと、矢田容疑者は事件よりも前に亡くなった大学生との間でトラブルがあったことが一つ見られていますね。矢田容疑者の車は制限速度の40キロを大幅に上回る70キロ以上のスピードで走行していたと見られており、バイクに追突するまでブレーキ痕は残されていませんでした。こうした状況から警察は矢田容疑者が故意に追突した可能性があるとみて捜査を進めております。県警にはこれまでに九州や関東の人などから似ている男を見たなどという情報提供が合わせて36件寄せられております。しかし有力な手がかりはないということです。情報提供はですね、別府警察署、電話番号は 0977-21-2131 になります。こちらですね、まあ、このラジオの放送なんですけども、もしね、この特徴のある、この大分県のこの事件の犯人の男性を見かけた方は、ぜひ、情報提供ということで、ぜひ、お願いします。電話番号は 0977-21-2131 になります。どこに逃走しているかがわかりません。よろしくお願いいたします。